みなさんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。お待たせいたしました。みなさん長らくお待たせいたしました。やっとですね、このまこちゃんのこうパーカーをお届けする準備ができました。すいません、お待たせいたしまして、こちらカイノスというホームページになります。名前覚えてください。カイノスです。ギリシャ語で、革新的なとか新しいという意味合いになるんですけども、こちらのホームページで販売をしていこうと思います。そして今回はですね、受注生産になります。色の種類がこんな感じですね。カラーバリエーションがこの感じであって、ロゴですね、ロゴがこのまごちゃんのこのマークがピンク色のバージョンと、黒いバージョンを準備しました。で、車椅子の時にこう大事なこの着た感じっていうサイズ感とかね、そういうのもホームページ上に私がこのサイズを着るとこんな感じですよっていうのも載せてあるので、ぜひそちらを参考にしてサイズ選びをしていただけたらというふうに思います。そして、今回このパーカースウェット、まあ、今後も多分いろいろ商品を出していく中で、その売り上げの一部はですね、障害者施設に寄付するようにしていこうと思っています。ここに寄付しましたよとかっていうのはちゃんと SNS 上で報告していくので、私がこうってしてるわけではありませんので、皆さんご協力していただけたらというふうに思います。そしてね、これを着て、こういう人がいるんですとか、こういうチャンネルがあるんですっていうアピールもねしていただけたら嬉しいです。 YouTube が上がって時からですね、受注を開始いたしますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、こんな感じで、まごちゃんの服が出るよというお知らせでございました。ぜひ皆さん着ていただいてね、写真撮ってね、 SNS に上げてね、かわいいかっこいいってしていただけたらなというふうに思います。はい、皆さんがいっぱい買ってくれれば今後も新しい服が出せるんじゃないかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。はい、という感じで、今日の動画はアパレル始まったよ、カイナスのホームページがオープンしたよっていうことをこうお知らせさせていただきました。じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。